新日本ヒストリーとは、みんなが知っている日本の歴史にあったかもしれないもしもの新解釈を加え、奇想天外摩訶不思議、時におバカに時に真面目に、歴史好きもそうでない人も楽しめる歴史 YouTube アニメである。毎日繰り返す、みんなよしなに過ごしましょう。千夜一夜と織りなす私たちの日常。あ、歴史に名を残すような大胆なこといつかしてみたい、なんて気持ちだけただ先走りしてもやもやしちゃう。想像を超える日々がいつかこの先に待ってるのかな。昔あるところにから始まって進んでゆくストーリー、あの日見た夢が長い時間を超えてきたの一番星。昔あるところに生きたあなたと私の物語、100年過ぎても色褪せないって約束したの覚えてる。空に見た一番星。今日の町は新選組ども、幕府の犬がうろついていて、もはや身動きが取れない。尊王攘夷の志を誰よりも強く持つ我々が、なぜこうもないがしろにされるのだ。こうして日本人同士で争ってる間にも異国の脅威は近づいている。もう手段は選んでいられない。我らの手でこの国を変えるんだ。桂さんも我らの意思に同意してくれるだろう。1863年に起きた8月18日の政変により、攘夷を主張する長州藩は京の町から追放されていた。国を思う一部の過激攘夷派はこれをよく思わず、京の町に潜伏し幕府転覆を画策していたのである。当時新選組はこれらの過激老士たちの取り締まりを主な業務としていた。貴様らが今更どうあがこうと、我々の計画を止めることはできない。我々は一人ではないからだ。新選組、お前たちが何人我ら攘夷志士を殺そうと、お前らに寝返りなどするものか。ふざけ。ついでにお前らのその計画とやらも洗いざらい吐いちまいな。舐められたものだな。一番隊見回り戻りましたと、お二人ともそんな深刻な顔してどうしたんですか。沖田さん、お帰りなさい。実は最近長州とつながりの深い古高俊太郎の偵察をしていたのですが、妙な動きがあったので捕らえたのです。古高、聞いたことないな。過激浪士と行動を共にすることが多い要注意人物だ。さっき原田君たちに彼の潜伏場所を捜査させたら、何が出てきたんですか。大量の武器と火薬です。あれほどの量、一体何に使うつもりだったのか。その古高は今どこに。倉庫だ。どうにか口を荒らそうと土方君があれこれやってるようだよ。古高が吐いた。これは相当やばいぞ。もうじらさないで早く教えてくださいよ。長州の連中は京の町に火を放つつもりだ。京の町に、どういうことです。一体そんなことをして何を。火事の混乱に乗じて御所に押し入り、天使様を連れ去る。あいつらの目的はそれだ。天使様を。ありえない。ぐぬぬぬぬぬ、ゲルツ、愚かすぎる。長州の人間は何を考えてるんだ。長倉君、落ち着きたまえ。近藤さん、落ち着いてなどいられませんよ。あなたはこの話
何も感じないのですか？感じているとも。これ以上ない怒りだ。どうする？山崎君に彼らの潜伏先を探させよう。何としてでも阻止しなければ。先生、今日はまた随分と怖い顔してらっしゃるわ。私はそんな先生も好きですけど。ああ、すまない。近々大きな仕事がありそうなんだ。また長州さんとやり合うんですか？ああ、死人が出るかもな。私、難しいことはわかりませんわ。でもそこまでする必要があるのかしら。今日の人々は皆新選組のことを怖がっているわ。近藤先生はこんなにまっすぐな目をしてらっしゃるのに。今日本は変わろうとしている。幕府を盛り上げようとする会津に薩摩、幕府を嫌い朝廷を重視しようとする長州、異国を受け入れる者、そうでない者、それぞれがそれぞれの考えを持って行動している。それはいいことではないのですか？日本の未来を思い浮いて起こす行動であればそれは正義と言えるでしょう。だが彼らのそれは違うんだ。自分たちの思想のために人を、今日の町を傷つけ火の海にしようとしている。なんてこと。俺は自分の信念のために剣を振るい、守るべきものを守るためにその腕を磨く。彼らの守りたいものは何だと言えますか？日本の未来のために罪のない人々を犠牲にすることは許されない愚行だ。敵としても許すことなどとてもできない。心中お察しいたします。せっかく太夫に会いに来たのに心機臭い話をしてしまったな。もっとお聞きしたいわ。真面目なお話をしている近藤先生、とっても素敵ですもの。そして1864年7月4日、近藤たちは九段の過激浪士が集会を行うという情報をつかんだ。集会に使われると思われる宿屋を10軒ほど絞り込みました。ちっ、おいな、俺と近藤さんで手分けして一軒一軒取り調べるしかないか。近藤さん、誰が欲しい？そうだな、長倉君、東堂君、そして沖田。4人か。足りるのか？ああ、腕自慢ばかりだからな。それに俺は大勢をまとめるのは性に合わん。新選組局長様がほざけ。わかった。どっちが奴らに当たるか見物だな。その頃、今日の宿屋、池田屋では、桂さんは一度藩邸に戻られたらしい。ぜひ桂さんにも我々の計画を聞いていただきたいものだ。あの人の同意が得られれば長州藩そのものが我らに味方したようなもの。今日の町を乗っ取り天使様に直接お目見えする一見冒涜のような行為だが、長州藩の戦力をもってすればねじ伏せることも。古鷹を新選組に捕らえられたことが悔やまれる。何としてでも奪還しなければ。この日池田屋には24名の過激老子が集まり、尊王攘夷派の復権に向けて話し合いを進めていた。し、誰か来たぞ。ええ、旦那方、本日はどういったご用件で？我らは会津藩を預かり新選組、御用改めである。ええ、ですから本日のご用件は？わかりやすくとぼけおって。近藤さん、どうもこの店は匂う。近藤さん、奥に大量の刀が。不定老子のもののようです。一体何を？当たりは俺たちのようだな。行くぞ。我らは新選組、おとなしくお縄につきたまえ。させるか。俺たちは最後まで戦う。長倉さん、こっちは俺に任せてください。そうはさせるか。はあ、待たせたな。あとは俺たちに任せろ。何、火星だと？くそー。
新選組は攘夷浪士による壮絶な戦いの末9名討ち取り4名捕縛に成功した。この池田屋事件をきっかけに新選組は一躍時の存在になる。なんだと？くそ、今この状況で長州が手を貸せば長州藩そのものが賊軍になってしまう。まったく、宮部、吉田、そんな無謀な計画を立てていたとは。しかし新選組も幕府もアホの集まりだ。彼らが日本を思う心に一辺だって曇りはなかったのに。殿、近藤勇率いる新選組が池田屋にて不定浪士20名余りの捕縛に成功いたしました。そうかそうか、近藤、ついにやってくれたな。まさか彼らがこれほどまでに活躍するとは。いや、まだこれからだ。世は彼の眼差しにそのみなぎる覚悟を感じた。ますます期待しているぞ。そう近藤に伝えてくれ。幕末史上に残るこの池田屋事件、新選組とその局長近藤勇の名前は天下に轟くものとなった。チャンネル登録よろしく頼むぜよ。